串をつないだ椿の木。山の中の道の傍らに椿の若木がありました。牛引きの利助さんはそれに牛をつなぎました。人力引きの海蔵さんも椿の根元へ人力車を置きました。人力車は牛ではないからつないでおかなくってもよかったのです。そこで利助さんと海蔵さんは水を飲みに山の中に入って行きました。道から一丁ばかり山に分け入ったところに清くて冷たい清水がいつも湧いていたのであります。二人は代わり番子に泉の淵の白やゼンマイの上に両手をつき、腹ばいになり、冷たい水の匂いを嗅ぎながら、鹿のように水を飲みました。腹の中がゴボゴボ言うほど飲みました。山の中では、もう春ゼミが鳴いていました。ああ、あれがもう泣き出したな。あれを聞くと暑くなるて。と、海蔵さんがまんじゅう傘をかぶりながら言いました。これからまた、この清水を、雪木のたんびに飲ませてもらうことだて。と、利助さんは水を飲んで、汗が出たので、手ぬぐいでふきふき言いました。もうちと、水に近いとええがの。と、海蔵さんが言いました。まったくだって。と、利助さんが答えました。ここの水を飲んだ後では、誰でもそんなことを挨拶のように言い合うのが常でした。二人が、椿のところへ戻ってくると、そこに自転車を止めて、一人の男の人が立っていました。その頃は、自転車が日本に入ってきたばかりの自分で、自転車を持ってる人は、田舎では旦那衆に決まっていました。誰だろう?と、利助さんが、おどおどして言いました。誰だろう?区長さんかもしれん。と、海蔵さんが言いました。そばに来てみると、それは、この付近の土地を持っている、町の年取った地主であることが分かりました。そして、もう一つ分かったことは、地主がカンカンに怒っていることでした。いやいや、この牛は誰の牛だ?と、
地主は二人を見ると、怒鳴りつけました。その牛は、リスケさんの牛でありました。わしの牛だがいの。てめえの牛？これを見よ。椿の葉をみんな食って、すっかり坊主にしてしまったに。二人が牛をつないだ椿の木を見ると、それは自転車を持った地主が言った通りでありました。若い椿の柔らかい葉は、すっかりむしり取られて、みすぼらしい杖のようなものが立っていただけでした。リスケさんは飛んだことになったと思って、顔を真っ赤にしながら、慌てて木から綱を解きました。そして申し訳に、牛の首玉を手綱でピシリと打ちました。しかし、そんなことくらいでは、地主は許してくれませんでした。地主は、大人のリスケさんを、まるで子供を叱るように、散々叱り飛ばしました。そして、自転車のサドルをパンパン叩きながら、こう言いました。さあ、何でもかんでも、元のように葉をつけて示せ。これは、無理なことでありました。そこで人力引きの海蔵さんも、まんじゅう傘を脱いで、リスケさんのために、謝ってやりました。まあまあ、今度だけは堪忍してやっとくんやす。リスケさんも、まさか牛が椿を食ってしまうとは、知らずに繋いだことだて。そこでようやく地主は、腹の虫が収まりました。けれど、あんまり怒鳴り散らしたので、体が震えると見えて、二三遍自転車に乗り損ね、それからうまく乗って行ってしまいました。リスケさんと海蔵さんは村の方へ歩き出しました。けれど、もう話をしませんでした。大人が大人に叱り飛ばされるというのは、情けないことだろうと、人力引きの海蔵さんは、リスケさんの気持ちを汲んでやりました。もうちと、あの清水が道に近いとええだがの。とうとう海蔵さんが言いました。まったくだって。と、リスケさんが答えました。海蔵さんが人力引きのたまり場へ来ると、井戸掘りの新五郎さんがいました。人力引きのたまり場といっても、村の街道に沿った駄菓子屋のことでありました。そこで井戸掘りの新五郎さんは、油菓子をかじりながら、
つまらな話を大きな声でしていました。井戸の底から外にいる人に向かって話をするために、井戸神さんの声が大きくなってしまったのであります。井戸ってもんはな、一体いくらぐらいで掘れるもんかい。井戸神さん。と、海蔵さんは自分も駄菓子箱から油菓子を一本つばみ出しながら聞きました。井戸神さんは、民族がいくらいくら、井戸囲いの土管がいくらいくら、土管のつなぎ目を埋めるセメントがいくらと、細かく説明をして、まず普通の井戸なら30円もあればできるな。と言いました。ほう、30円な。と、海蔵さんは目を丸くしました。それからしばらく油菓子をボリボリかじっていましたが、新タムネを掘りたところに掘ったら、水が出るだろうかな、と聞きました。それは、リスケさんが牛をつないだ椿の木のあたりのことでありました。うん、あそこなら出ようて、前の山が清水が湧くくらいだから、あの下なら水は出ようが、あんなところへ井戸を掘って何にするや。と、井戸神さんが聞きました。ちっと、わけがあるだって。と、答えたきり、海蔵さんはそのわけを言いませんでした。海蔵さんは、空の人力車を引きながら、家に帰って行くとき、30円なぁ。30円か。と、何度もつぶやいたのでありました。海蔵さんは、やぶを後ろにした小さい藁屋に、年取ったお母さんと二人きりで住んでいました。二人は百姓仕事をし、暇な時には海蔵さんが人力車を引きに出ていたのであります。夕飯の時、二人はその日にあったことを話し合うのが楽しみでありました。年取ったお母さんは、隣の鶏が今日は初めて卵を産んだが、それはおかしいくらい小さかったこと。瀬戸のヒイラギの木に蜂が巣をかけるつもりか、昨日も今日も様子を見に来たが、あんなところに蜂の巣をかけられては、味噌部屋へ味噌を取りに行くときに、危なくてしょうがないということを話しました。海蔵さんは、水を飲みに行っている間に、リスケさんの牛が、椿の葉を食ってしまったことを話して。あそこの道端に井戸があったらいいだろうにの。
と言いました。そりゃ、道端にあったら、みんなが助かる。と言って、お母さんはあの道の暑い日ざかりに通る人々を数え上げました。王の町から車を引いてくる油売り。ハンナの町から大野の町へ通る飛脚屋。町からハンナの町へ出かけて行くラウ屋の富さん。その他、たくさんの荷馬車引き、厩車引き、人力引き、遍路さん、古事記、学校生徒などを数え上げました。これらの人の喉がちょうど新田胸のあたりで乾かぬわけにはいきません。だで、道の脇に井戸があったら、どんなにみんなが助かる。と、お母さんは話を結びました。30円くらいでその井戸が掘れるということを海蔵さんが話しました。うちのような貧乏人や30円といやー大した金で目が回うが、リスケさんとこの世の成金にとっちゃ30円ばかりは何でもあるまい、とお母さんは言いました。海蔵さんは、リスケさんが山林で、大層なお金を儲けたそうなと聞いたことを思い出しました。一風呂浴びてから、海蔵さんは、牛車引きのリスケさんの家へ出かけました。後ろ山で、ほうほうと、フクロウが鳴いていて、崖の上の仁左衛門さんの家では、念仏光があるのか、障子に明かりがさし、木魚の音が崖の下の道までこぼれていました。もう夜でありました。行ってみると、働き者のリスケさんは、まだ牛小屋の中の暗闇でごそごそと何かしていました。えらい精が出るの。と海蔵さんが言いました。何、あれから二辺半田まで通っての、ちょっと遅れただてや。と言いながら、牛の腹の下をくぐって、リスケさんが出てきました。二人が縁花に腰をかけると、海蔵さんが、なに、今日の新田胸のことだがの。と話し始めました。あの道端に井戸を一つ掘ったら、みんなが助かると思うがの。と、海蔵さんが持ちかけました。そりゃあ、助かるの。と、リスケさんが受けました。牛が椿の葉を食っちまうまで知らんどったのは、清水が道から遠すぎるからだの。そりゃあそうだの。30円ありゃ、あそこに井戸が一つ掘れるだがの。ほう、30円な。
ああ、30円ありゃええだげな。30円ありゃの。こんな風に言っていても、一向にリスケさんがこちらの心を汲み取ってくれないので、海蔵さんははっきり言ってみました。それだけ、リスケさん、奮発してくれないかい。聞けば、お前、だいぶ山林で儲かったそうだが。リスケさんは今まで調子よく喋っていましたが、急に黙ってしまいました。自分のほっぺたをつねっていました。どうだい、リスケさん。と、海蔵さんはしばらくして答えを促しました。それでも、リスケさんは岩のように黙っていました。どうやらこんな話は、リスケさんには面白くならそうでした。30円でできるながの。と、また海蔵さんが言いました。その30円はどうして俺が出すのかい？俺だけがその水を飲むなら話がわかるが、他のもんもみんな飲む井戸に、どうして俺が金を出すのか。そこが俺にはよく飲み込めんがの。と、やがてリスケさんは言いました。海蔵さんは、人々のためだということをいろいろ説きましたが、どうしてもリスケさんには飲み込めませんでした。しまいには、リスケさんはもうこんな話は嫌だというように、おかが、飯の支度をしろよ。俺、腹が減っとるで。と、家の中へ向かって怒鳴りました。海蔵さんは腰を上げました。リスケさんが夜遅くまでせっせと働くのは、自分のためだということがよくわかったのです。一人で夜道を歩きながら、海蔵さんは思いました。こりゃ、人に頼っていちゃダメだ。自分の力でしなけりゃと。旅の人や町へ行く人は、新田宗の下の椿の木に、賽銭箱のようなものが吊るされてあるのを見ました。それには札がついていて、こう書いてありました。ここに井戸を掘って、旅の人に飲んでもらおうと思います。志のある方は、一銭でも、五輪でも、帰社してください。これは、海蔵さんの仕業でありました。それが証拠に、それから五、六日のち、海蔵さんは椿の木に向かい合った崖の上に腹ばいになって、エニシダの下から首っ玉だけ出し、人々の汽車の使用を見ていました。やがて、半田の町の方から、おばあさんが一人、乳母車を押してきました。
花を売って帰るところでしょう。おばあさんは箱に目を留めて、しばらく札を眺めていました。しかし、おばあさんは字を読んだのではなかったのです。なぜなら、こんな独り言を言いました。地蔵さんも何もないのに、なんでこんなところに賽銭箱があるんじゃろう。そして、おばあさんは言ってしまいました。海蔵さんは、右手に乗せていた顎を、左手に乗せ替えました。今度は村の方から尻はしょりしたガニ股のおじいさんがやってきました。翔平さんのじいさんだ。あのじいさんは昔の人間でも字が読めるはずだ。と、海蔵さんはつぶやきました。おじいさんは箱に目を留めました。そして、と言いながら腰を伸ばして札を読み始めました。読んでしまうと、なるほど、とひどく感心しました。そして、懐の中を探り出したので、これは汽車してくれるなぁと思っていると、取り出したのは古臭いタバコ入れでした。おじいさんは椿の根元で一服吸って行ってしまいました。海蔵さんは起き上がって、椿の木の方へ滑り落ちました。箱を手に取って振ってみました。何の手応えもないのでした。がっかりして、海蔵さんは、ふぅ、と息を漏らしました。結局、人は頼りにならんとわかった。いよいよこうなったら、俺一人の力でやり遂げるのだ。と言いながら、海蔵さんは新田棟を登っていきました。次の日、大野の町へ客を送ってきた海蔵さんが、村の茶店に入っていきました。そこは村の人力引きたちが一仕事をしてくると、次のお客を待ちながら休んでいる場所になっていたのでした。その日も海蔵さんより先に三人の人力引きが茶店の中に休んでいました。店に入ってきた海蔵さんは、いつものように、駄菓子箱の並んだ台の後ろに仰向けに寝っ転がって、うっかり油菓子を一つつまんでしまいました。人力引きたちは、お客を待っている間、することがないので、つい駄菓子箱の蓋を開けて、油菓子や、げんこつや、ペコシャンという飴や、焼きスルメや、あんつぼなどをつまむのが、癖になっていました。海蔵さんも、またそうでした。しかし海蔵さんは、今つまんだ油菓子を、
また元の箱に入れてしまいました。見ていた仲間の源さんが、どうしただや、海蔵さん。あの油菓子はネズミのしょんべんでもかかっておるだがや。と言いました。海蔵さんは顔を赤くしながら、そういうわけじゃねえけれど、今日はあんまり食べたくないだがや。と答えました。一向顔色も悪くないようだが、それでどこが悪いだかや？と、源さんが言いました。しばらくして源さんは、ガラス壺から金平糖を一つかみ取り出すと、そのうちの一つをぽーいっと上に投げ、口でパクリと受け止めました。そして、どうだや、海蔵さん。これをやらんかや。と言いました。海蔵さんは昨日まではよく源さんとそれをやったものでした。二人で競争をやって受け損なった数の少ないものが相手に別の菓子を買わせたりしたものでした。そして、海蔵さんはこの芸当で、他のどの人力引きにも負けませんでした。しかし、今日は海蔵さんは言いました。朝から奥歯が病み上がってな。甘いもんは食べられんのだてや。そうかや。そいじゃあ、うしさやろう。と言って、源さんは、ヨシさんとそれを始めました。二人は、色とりどりの金平糖を、天井に向かって投げ上げては、それを口で止めようとしましたが、うまく口に入る時もあれば、鼻に当たったり、タバコ盆の肺の中に入ったりすることもありました。海蔵さんは自分がするなら一つもそらしはしないのだがなぁと思いながら見ていました。あまり源さんとヨシさんが脅してばかりいると。よし、俺が一つやって見せてやろうかい。と言って出たくなるのでしたが、それを我慢していました。これは大変辛いことでありました。早くお客が来ればいいのにな。と海蔵さんは目を細めて明るい道の方を見ていました。しかしお客より先に茶店のお母さんが焼きたてのほかほかの大あん巻きを作って現れました。人力引きたちは大喜びで一本ずつ取りました。海蔵さんも我慢できなくなって、手が少し動き出しましたが、やっとのことで抑えました。海蔵さん。どうしたんじゃ。一銭も使わんで、ごっそり貯めといて、大きな蔵でも建てるつもりかや？と、源さんが言いました。海蔵さんは苦しそうに笑って、外へ出て行きました。そして、溝の縁で、カヤ釣り草を折って、カエルを釣っていました。海蔵さんの胸の内には、げんこつのように
固い決心があったのです。今までお菓子に使ったお金をこれからは使わずに貯めておいて、新田村の下に人々のための井戸を掘ろうというのでありました。海蔵さんは腹も歯も痛くありませんでした。喉から手が出るほどお菓子は食べたかったのでした。しかし、井戸を作るために今までの習慣を改めたのでありました。それから2年経ちました。牛が葉を食べてしまった椿にも、花が3つ4つ咲いたある日、海蔵さんは半田の町に住んでいる地主の家へやってきました。海蔵さんは、もう2月ほど前から、たびたびこの家へ来たのでした。井戸を掘るお金はだいたいできたのですが、いざとなって地主がそこに井戸を掘ることを承知してくれないので、何度も頼みに来たのでした。その地主というのは、牛を椿につないだ儀助さんを散々叱ったあの老人だったのです。海蔵さんが門を入ったとき、家の中からひどいしゃっくりの音が聞こえてきました。訪ねてみると、一昨日から地主の老人はしゃっくりが止まらないので、すっかり体が弱って床についているということでした。それで海蔵さんはお見舞いに、枕元まで来ました。老人は布団を波打たせてしゃっくりをしていました。そして海蔵さんの顔を見ると、何度お前が頼みに来ても、わしは井戸を掘らせ。しゃっくりがもうあと一日続くと、わしが死ぬそうだが、死んでもそいつは許さん。と、頑固に言いました。海蔵さんは、こんな死にかかった人と争っても仕方がないと思って、しゃっくりに効くおまじないは、茶碗に箸を一本乗せておいて、一息に水を飲んでしまうことだと教えてやりました。門を出ようとすると、老人の息子さんが海蔵さんの後を追ってきて、うちの親父は頑固でしょうがないんですよ。そのうち私の代になりますから。そしたら私があなたの井戸を掘ることを承知してあげましょう。と言いました。海蔵さんは喜びました。あの様子では、もうあの老人はあと2、3日で死ぬに違いない。そうすれば、あの息子が後を継いで井戸を掘らせてくれる。これはうまいと思いました。その夜、夕飯の時、海蔵さんは年取ったお母さんにこう話しました。あの頑固もん親父が死ねば、息子が井戸を掘らせてくれるそうだがの。だが、ありゃもう二三日で死ぬから、出て。
するとお母さんは言いました。お前は自分の仕事のことばかり考えていて、悪い心になっただな。人の死ぬのを待ち望んでいるのは悪いことだぞや。海蔵さんは、トムネを疲れたような気がしました。お母さんの言う通りだったのです。次の朝早く、海蔵さんはまた地主の家へ出かけて行きました。門を入ると、昨日より力のない、引きつるような、しゃっくりの声が聞こえてきました。だいぶ地主の体が弱ったことがわかりました。あんた、また来ましたね。親父はまだ生きてますよ。と、出てきた息子さんが言いました。いいえ、わしは親父さんが生きておいでのうちに、ぜひお会いしたいので。と、海蔵さんは言いました。老人はやつれて寝ていました。海蔵さんは枕元に両手をついて。わしは謝りに参りました。昨日わしはここから帰るとき、息子さんからあなたが死ねば息子さんが井戸を許してくれると聞いて悪い心になりました。もうじきあなたが死ぬからいいのだと、恐ろしいことを平気で思っていました。つまり、わしは自分の井戸のことばかり考えて、あなたの死ぬことを待ち願うというような、鬼にも等しい心になりました。そこで、わしは謝りに参りました。井戸のことはもうお願いしません。またどこか他の場所を探すとします。あなたはどうぞ死なないでください。と言いました。老人は黙って聞いていました。それから長い間、黙って、海蔵さんの顔を見上げていました。お前さんは、関心なお人じゃ。と、老人はやっと、口を切って言いました。お前さんは、心の平穏人じゃ。わしは長い生涯、自分の欲ばかりで、人のことなどちっとも思わずに生きてきたが、今、初めてお前さんの立派な心に動かされた。お前さんのような人は、今だけ珍しい。それじゃ、あそこへ井戸を掘らしてあげよう。どんな井戸でも掘りなさい。もし掘って水が出なかったら、どこにでもお前さんの好きなところに掘らしてあげよう。あの辺は皆わしの土地だから。うん。そうして井戸を掘る費用が足りなかったら、いくらでもわしが出してあげよう。わしは明日にも死ぬかもしれんから、遺言しておいてあげよう。海蔵さんは思いがけない言葉を聞いて、返事のしようもありませんでした。だが死ぬ前に、この人の欲張りの老人が
良い心になったのは、海蔵さんにも嬉しいことでありました。新太の胸から打ち上げられて、少し曇った空で花火が弾けたのは、春の末に近い頃の昼でした。村の方から行列が新太の胸を降りてきました。行列の先頭には黒い服、黒と黄色の帽子をかぶった兵士が一人いました。それが海蔵さんでありました。新太の胸を降りたところに、片側には椿の木がありました。今、花は散って、朝緑の柔らかい若葉になっていました。もう一方は、崖を少しえぐり取って、そこに新しい井戸ができていました。そこまで来ると、行列が止まってしまいました。先頭の海蔵さんが止まったからです。学校帰りの小さい子供が二人、井戸から水を汲んで、喉を鳴らしながら、美しい水を飲んでいました。海蔵さんは、それをニコニコしながら見ていました。俺も一杯飲んでいこうか。子供たちが済むと、海蔵さんはそう言って、井戸のところへ行きました。中を覗くと、新しい井戸に、新しい清水が豊かに湧いていました。ちょうどそのように、海蔵さんの心の中にも、喜びが湧いていました。海蔵さんは、汲んでうまそうに飲みました。わしはもう、思い残すことはないがや。こんな小さな仕事だが、人のためになることを残すことができたからの。と、海蔵さんは誰でも、とっ捕まえて言いたい気持ちでした。しかし、そんなことは言わないで、ただ、ニコニコしながら、町の方へ坂を登っていきました。日本とロシアが、海の向こうで、戦いを始めていました。海蔵さんは海を渡って、その戦いの中へ入って行くのでありました。ついに、海蔵さんは帰ってきませんでした。勇ましく、日露戦争の花と散ったのです。しかし、海蔵さんの残した仕事は、今でも生きています。椿の木陰に、清水は今もこんこんと湧き、道に疲れた人々は、喉を潤して、元気を取り戻し、また道を進んでいくのであります。